リング上のハリドブ・マメット・ハリドブは、ポーランドの男性総合格闘家。ロシア・チェチェン共和国グロズヌイ出身。チーム KSW ・ MMA オルシテーン所属。現 KSW ミドル級王者。元、KSW ライトヘビー級王者。2005年から2009年まで連勝を続けていたことから、戦局の煽りでは、東欧ミドル級最強の男と紹介されていた。 小東貫流空手とレスリングを経験。第一次チェチェン紛争の余波を受ける形で、17歳の時に家族の勧めでポーランドへ留学した。2004年5月18日、プロ総合格闘技デビュー。2006年、アドック2007ポーランド予選に出場し、8 8ラム未満級で優勝。2008年10月10日、シャックスックで ジェイソン・グイダと対戦し、スタンド・パンチ・レンダで TKO 勝ち。2009年5月15日、KSW ・ライト・ヘビー級王座決定戦で、ダニエル・アカーシオと対戦し、小勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年11月7日、戦局初参戦となった戦局第11陣で、ジョルジ・サンチアゴと対戦し、グラウンドで、下の状態から鉄槌を放ち、 上になっているサンチアゴに当てて聞かせると、ダメージから亀の状態になったサンチアゴに上から、パウンドを打って TKO 勝ち。2010年3月7日、SRC12 の SRC ミドル級チャンピオンシップで、ジョルジ・サンチアゴと再戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年5月7日、KSW13 で行われた。 ライトヘビー級王座防衛戦で桜井隆太と対戦。グラウンドなどで劣勢に立たされ、スタンドでも主導権を握れず苦戦するも、判定ドローで初防衛に成功した。2010年12月30日、戦局ソウルオブファイトで佐々木雄星と対戦し、パウンドで TKO 価値を収めた。2012年6月、ユーフックから、 ファイトマネー2万ドル勝利ボーナス2万ドルで4試合契約のオファーを受けるも、KSW の1試合3万ドルスポンサー料の契約に比べ低いことから挑戦を断念した。2013年6月8日、KSW23 でメルビン・マヌーフと対戦。1R2 タックルからマヌーフを持ち上げて倒すと、立ち上がろうとするマヌーフの首を取りそのまま締め上げ。 ギロチンチョークで一本勝ちを収めた。2019年6月12日、バルミアマズール意見で、盗難者の小売を。ありがとうございます。